ムイコラーユ、ムイコラーユは、ウクライナの都市、ムイコラーユ州の州庁所在地である。南ブーフ側とインフール側の合流地点、国海から約 80km の地点に位置している。2007年、の人口は約50万7000人で、南ウクライナ有数の大都市となっている。名称は、現在の国家語である、ウクライナ語で、 ソ連時代の実質的な共通語であったロシア語でと呼ばれる。これは男性の名前、ムイコライ、ニコライの物詞形容詞に由来する名称で、ムイコライ、ニコライの町といった意味になる。ウクライナ語名としては、ムイコライウ、ムイコライウ、またはミコライウのほか、ミコライフと書かれることが多い。しかし、これはあまりにロシア語的であると批判されることがある。 ラテン文字表記では、や、より簡略な表記を好む場合には、やなどが用いられる。使用状況は、言語や個人の好みによって異なるが、市のウェブサイトの URI には、を採用している。ロシア語名としては、ニコラー F、フ、または、ニコライフ、ニコライ F、フ、または、ニコライフ、稀に、ニコライフなどとも書かれるが、ニコライフという表記は、不正確である。 ラテン文字表記では、や、などが用いられる。使用状況は、言語や、個人の好みによって異なる。ニコラーエフという名称は、ファレー F 大佐に対して出された1789年4月27日付の、第1065号命令書に見られる例が書出で、あるとされる。都市名は、オチャーコフ行為戦において、ロシア帝国の軍隊が、 オスマン帝国の軍隊に対して勝利を収め要塞を占拠した日が1788年の聖ニコライの日で、あ、ことを記念したものである。キリスト教の聖人である聖ニコライは船乗りたちの被護者であり、その後都市は造船業の盛んな港湾都市として発達した。聖ニコライの名は、この都市で建造された最初の軍艦の名前にも採用された。 現在史の文章に描かれている四十六、訪問フリゲート、聖ニコライがそれである。この軍船は七百九十年にニコラーエフに開かれた新しい造船所で浸水した。これがニコラーエフにおける軍艦建造史の始まりとなり、この年は造船業のプロフェッショナルとして歩み出すことになった。九百二十年代、ニコラーエフ県議会では一時名称を ベルノレーニンスクに改める決定をしたことがあった。しかし、新しい名前は政府によって承認されず、解明は実現しなかった。ところが、ドイツで発行された1927年と1932年版の百科事典では、地図でベルノレーニンスクという名称を記載していた。ムイコラーアユー氏の旗と紋章。ムイコラーアユー氏は、以下の四つの地区からなっている。 各地区の下には、さらに複数の小区域が置かれている。ム6日空竜は多民族都市であった。19世紀最初の10年間に、すでに住民の31%を、ドイツ人、ユダヤ人とギリシャ人が8%ずつ、ブルガリア人が7%を占めていた。ギリシャ人は年の建設当初より居住しており、これに、ブルガリア人やモルドバ人、ポーランド人、チェコ人、ドイツ人、 ボルガタタール人らが続いた。市議会議員や軍の総督、市の運営上層部も多くの民族の出身者が務めている。現在、人口の75%をウクライナ人が占めている。ニコラー F は1789年にロシア帝国のポジョムキンイコールタブリーチェスキー、校によってイングール川と南ブーク川の合流地点の半島に艦隊と、 造船のための都市として成立された。ニコラー F 半島への入植は18世紀末の四半世紀のうちに集中的に行われた。1790年の時点で人口は早くも7万人を数えた。一方、この頃すでにロシア帝国は国会北岸地方からトルコ勢力をかけるし国会への出口を獲得していた。ニコラー F は 正式な名称をもらうまでは、イングールの造船所という名称を与えられた。この日に出されたのが、ポチョム近郊がファレーエーフにあてた、命令書、イングールでの造船所の設立である。数年後、ノーバヤ・ベールフィとその町は、最終的な名称を得ることとなった。ロト戦争中の1788年12月の聖ニコライの日。 アレクサンドルスボーロフ将軍に率いられたロシア軍は、オスマ帝国軍の守る要塞を陥落させた、オチャーコフ行遺戦。これを記念し、ノーバヤ・ベールフィは、ニコラー・エフという正式な名称を与えられた。聖ニコライはまた、ウクライナやロシアで最も愛される聖人の一人で、あった。1790年には、最初の教会となる聖ニコライ教会が建てられ、 同年8月には最初の船となるフリゲート、聖ニコラー浸水した。都市の歴史は造船と艦隊の歴史に完全に従属していた。ほぼ100年にわたり、町には国会艦隊の司令部が置かれていた。19世紀前半には市長であったアレクセイ・グレーク海軍大将により町は最初の水道敷設の試みが実施された。同時に都市の緑化のための歩道も整備された。 都市の建設は、格別計画的に実施された。すなわち、通りは直線によって構成され、街は正方形の形状を持つことになっていた。この計画は、タブリーダ宮殿などの建設で知られる、ロシアの建築家バンスタローフによって18世紀末に立案された。1862年には、商業校が開校し、 ニコラー F が巨大な通商港として発展する契機となった。商業港としての発展の事実は、1883年に制定され1997年に復活された市の紋章に現れている。セナートの紋章部門の責任者の代理執行者は、軍事、通商都市としてのニコラー F の紋章についての報告書において、ニコラー F 氏は、 南ロシアで最も重要な港の一つであるから、ミトラと四郷ズエと共に、私はこの町の紋章にはこれに加えて船を描こうと思うと指示した。19世紀末にはすでにニコラーエフ港はサンクトペテルブルク港、オデッサ港に次ぐロシア帝国第3の商業港に成長していた。特に海外との貿易が盛んに行われたが、その主要品目は、 ウクライナの国土地帯で豊富に収穫される穀物であった。国類の収穫量はこの地方が国内最大であった。こうしてニコラーエフは南ウクライナの一大商業中心地へ発展していた。1917年にロシア革命が勃発するとニコラーエフも大きくその影響を受けることとなった。2月革命後、 当初、ペトログラーとのロシア臨時政府の管理下に置かれたニコラーエフは、その後ロシア共和国とウクライナ人民共和国との協定により、ウクライナ人民共和国へ併合された。10月革命後、侵攻した赤軍によってウクライナ人民共和国の影響力が取り除かれると、町にはボリシェビィキによる支配が築かれた。しかし、1918年春には、 ドイツ帝国軍と連合したウクライナ人民共和国軍によって町は再び奪われ4月末からはウクライナ国のハントに含められたドイツの連合国への降伏によりウクライナ国政権が倒れるとニコラー F は11月末に侵攻したイギリスフランス連合軍により占領されたこれはニコラー F にとって初めての外国軍による占領であったその後 軍事的に重要であった。この街をめぐって、白軍と赤軍の間で激しい争奪が行われた。1920年、白軍勢力はすべて撃破され、最終的にソビエト権力が確立した。ボリシェビキによってニコラー F は、ウクライナの赤いピーテルという称号をつけられた。ニコラー F は、ウクライナソビエト社会主義共和国に組み込まれ、ソ連が成立すると、 その重要な工業都市として発展を続けた。1937年から行政上の州都となった。大祖国戦争、第二次世界大戦の期間、ニコラーエフは3度にわたってファシスト軍の占領を受けた。しかしながら、レジスタンスの偵察工作部隊の活動によりこの時期、一隻の軍艦もニコラーエフ完成されることはなかった。 1944年3月26日には国会艦隊の第384独立海軍不評代替自動小銃中隊の指揮官であったコンスタンチー・モリシャンスキーに率いられた68名の義勇海兵隊が近隣のコバリオフ村に夜間上陸ニコラーエフを奪回した。これは国家から大いに称賛され参加者全員に ソ連邦英雄の名誉称号が与えられた。このように軍事作戦への参加者全員にソ連邦英雄の称号が与えられた例は大祖国戦争の中では他にない。しかしその多くは作戦の中で戦死していた。町は南ウクライナの短い間に小さな造船所から巨大な産業、商業、政治、文化の中心都市へと発展を果たした。 1991年8月24日に、ウクライナがソ連から独立すると、ニコラーエフは、ウクライナの都市となった。名称は、ウクライナの公用語はウクライナ語のみと定められた。ことから、正式に、ムイコラーユというウクライナ語名だけが公式名称と、認められることなった。ムイコラーユでは、モスクワ派のウクライナ正教会、キエフ派のウクライナ正教会、 ウクライナ独立性教会、カトリック教会、ルター派、長老派教会、バプテスト教会、ユダヤ教の教会がある。カトリックと性教の教会の設立は共に、都市の作られた18世紀末に始まっている。ユダヤ教会の設立は19世紀半ばで、かつては多くのユダヤ人が居住していたが、その後アメリカ合衆国やイスラエルなどへの移住により、減少している。 ムイコラーアーユには、海軍に関係する多くの著名人が居住し、活動したことが知られている。その中には、一時期市長を務めたアレクセイ・グレイクのほか、ブラジーミル・コルニーロフ、パーベル・ナヒーモフ、ミハイル・ラーザーレフ、ファデー・ベリンスガウゼン、グリゴーリー・ブタコフなどがいる。アレクサンドル・スマルコフ、アレクサンドル・プルシキン、マクシム・ゴーリキー、ブラジーミル・マヤコフスキー、 ニコライ・リムスキーイコール・コルサコフ、ミハイル・シチェープ・キンラの文芸人も、ひとじき、ムイコラーユに投入した。レフトロツキーが、最初の活動を行ったのもムイコラーユであった。大都市であるムイコラーユには、多くの高等教育機関や、研究機関が所在している。ムイコラーユにおける高等教育の最高峰に、あるのが、マカロフ原水記念国立造船大学である。 科学調査研究所、ムイコラーイウ天文台は、1821年に設立された天文台である。以下のような博物館や美術館がある。以下のような記念建造物がある。以下のような公園がある。以下のような劇場が所在する。以下のような映画館が所在する。ムイコラーイウには、造船業を中心に重工業が発展しており、多くの関連企業が存在している。 特に、ウクライナ最大の造船企業であり、ヨーロッパ全体でも最大級のものに数えられる、株式ホールイング会社、国会造船工場や1788年創業の国営企業、61コムナール記念造船工場、株式公開会社、ダーメンシップヤードオケアアーンは、世界的に知られる企業である。これらは共に、ロシア帝国、ソ連時代を通じて発展してきた企業で、 数々の民間船舶や、船艦や航空母艦をはじめとする軍艦の建造実績がある。また、艦船に関連する企業としては、ガスタービンエンジンの開発で知られる、国営企業、ガスタービン製作科学製造複合ゾリアイコール、マシュプロエクトなども所在する。ゾリアイコールマシュプロエクトで製造された、ガスタービンエンジンは、大小多くのソ連ロシアウクライナ製艦船に、 搭載されている。この他、ヨーロッパ最大の酸化アルミニウム企業である、ムイコラーユアルミナ工場、ムイコラーユ航空機修理工場、ナープ、国営企業、ムイコラーユ海上貨物港をはじめとする複数のワン、運営企業や、空港運営企業などが所在する。軽工業も発展しており、医療品や繊維関連、 靴製造などに関する複数の大手企業が所在している。飲料メーカーでは、ビール製造企業のヤンターリ、ウクライナ最大手のジュース製造企業である、株式公開会社、サンドーラなどが所在する。ムイコラー,アーユ市内には、他のウクライナの都市同様に、路面電車やトロリーバス、市内バス、マルシュルートカと呼ばれる民間の乗り合いタクシー、公営のタクシーが運行されている。 南ブーフ側には全長750メートルのバルバーリウタ橋が架けられている。都市間交通としては陸路では郊外バスや鉄道がある。鉄道駅は複数のターミナル駅と車両基地が所在する。空路には1944年に開港したムイコラーユ国際空港とクリバーキの飛行場がある。ムイコラユ国際空港は南ウクライナにおいて 最大の技術基地である。このほか、河川を通行する船便も運行されている。バスや鉄道、航空路線には、国内便の他に、国際便も運行、運行されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。